今日はですね、一日晴れていたんですけれども、まあ、時刻は夕方を迎えまして、山の向こうにですね、橙色にベコンみたいに溶けていく太陽に照らされた街がですね、オレンジ色に輝いています。で、そこに一匹の猫が、まあ、目の前を通過するっていうですね、景色が非常にいいなと思いながら撮影しています。羊コーヒーの森です。まあ、こんな日はですね、エスプレッソとか飲みたいじゃないですか。まあ、ただ、ご家庭でエスプレッソをやるにはやっぱ本格的なものって難しいですよね。というわけで今日はこれやります。ウェイキャップポップ。以前ですね、ウェイキャップっていう商品紹介したんですけれども、それがパワーアップして帰ってまいりました。いやー楽しみですね。行きたいと思います。どうぞ。はい、ではウェイキャップポップ使っていきたいんですけれども、このウェイキャップポップ、販売がですね、幕開けで予定されております。そこへのですね、リンク概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。じゃあですね、実際こちら開けて使っていきたいと思います。開けますよ。ウェイキャップ、ウェイキャップ、これなんか2つ入ってるやつみたいですね。じゃん。はい、こんな感じ。ここが変わりました。シリコン製になりました。はい、こんな感じで、まあ前回もあったと思うんですけど、まあ、こういう感じでここに詰めていくと、ここもねかなりシンプルになりましたね。前回のものちょっと出してみますね。比較してみましょう。これ前回のものでね、ステンレス製で一見ねすごく良さそうに見えるんですけど、まあまあね、この噛み合わせとか、こうちょっとこのカチッってなってから、これね噛み合わせミスると失敗するんですよ。あとここのフィルターの取り替えがね結構めんどくさくて、だんだんね使わなくなっちゃうんですよ。でここもね結構大きかったんですよ。こんな感じで、それがすごくシンプルになりました。でフィルターの交換も本当にねこれだけで、目が細くても粗くてもいけるようになってますね。これはもう前回も一緒ですよね。で前回はフィルターの種類めっちゃあったんですよ。 これだけ4種類もあったんですけど、多分これねウェイキャップの人ね気づいたと思うんです。こんなにあっても使わんてって思ったと思うんですよ。で多分2種類になったと思うんですよ。これね本当にそう、使ってない、正直こんなにねいらないのよ。じゃあですね、入れていきましょうか。はい、じゃあ豆引いていきたいと思います。今日はですね K ウルトラ使っていきます。今ですねミルの性能めちゃくちゃ上がったじゃないですか。でここまで高いミルじゃなくても細かい方って結構得意だったりするんですよね。なので昔よりも細かい粒度の再現性ってすごく良くなったと思うんですよ。だから手軽に手に入るマシンとその互換性用のカップってすごくですね今メタ商品かなって思います。本当におすすめなんで、ぜひ検討してみてください。今日はですねエスプレッソブレンドで行ってみたいと思います。ちょっとロブスターが入ってるブレンドです。でクリックスなんですけれども、前回ですね検証した時エスプレッソマシンで、まあ、3.56 ぐらいだったんですよね。でこれ、まあ、ちょっと粗くても対応できますよぐらいの商品なので、まあ、それよりもちょっと粗めにしてみたいと思います。 4.5 か6くらい、 4.5、まあ、10クリックぐらい粗くするイメージでやってみたいと思います。はい、引けました。あ、いいですね。じゃあ測っていきます。はい、じゃあ豆測っていきます。今日はですね薬さじ使います。いつも使ってるやつですね。でね、豆の量がそこまで多くなっていってるんですよ。で豆によって比重変わるじゃないですか。なので公式でも何グラムっていうふうには出てなくて、だいたいですね3グラム半ばくらい、これ今 3.7、 うん、まあこれくらいあればいいかな。3.7 って言ってみたいと思います。でこれですね、使うのこれできれいに入れていきます。でポイントはグーって押し込みすぎないこと、まあ、ちょっと押さえるくらいでいいと思います。で蓋がですねちょっと中にこう食い込むようになっているので、擦り切りだと入らなくなっちゃうので、はい、こんな感じでしっかりと相手の確認してマシンに入れていきます。
でここでのポイントはこうロゴがこう入ってるんですよ。ロゴを上にして入れた方がかっこいいです。いきますね。はい、いきます。でこれね、ガチンと、これね、緩んでると大事故起きるからね。じゃあいきますよ。やべ、忘れてた。いきますよじゃねえわ。これね、お水忘れないように入れまして、いきます。もうこれ OK だから、いけるはずだから、スタート。めちゃくちゃいい感じじゃない？めっちゃいい感じじゃない？こんなにクレーム厚いよ。上トロトロじゃん。素晴らしいぞこれは。はい、できました。これさ、良くなってない？前より。前さ結構失敗多かったの、正直。いいよね。ちょっといただきます。舌触りがすごいぞこれ。うん、美味しい。もうほんとね、このまま飲めちゃう感じ。よくフレンチとか食べた時に最後コーヒー頼むとこういう感じのコーヒー出てくるんですよね。この上にこう泡が乗った感じの、あれをうまくした感じ。やっぱ自分のとこでさ焼いてる鮮度のいいコーヒーだからやっぱうまいっすよこれ。でちなみにこのタイプのマシンは、まあ、開けると勝手に下に落ちるんですよね。でこれを洗浄するという感じです。でもほんとね、もう洗浄も楽、もうこれでいいから。中落としてこれは洗っちゃうと、水洗いで OK。 これいいね。すっかりですね、あたりは暗くなったんですけれども、ウェイキャップポップ使ってみました。まあ、いろいろ試してたらですね、結構時間が過ぎていました。いや、すごくですね、楽しくていい商品だなと思いました。でエスプレッソ、まあ、マシン買うと結構高いけど、まあ、ネスプレッソまあまあ安いじゃないですか。で以前も言ったと思うんですけど、ネスプレッソ私が買わなかった理由って自分の豆でできないからだったんですよ。でそこは、まあ、このウェイキャップあれば、まあ、できると。で以前よりも、まあ、より手軽になって、まあ、簡単に使えるようになったっていうところと、さらにミルですよね。ミル、今ですね、そのタイムマとか、ね、キングラインダーみたいなすごく安いものでも細かく引くっていうのがすごい得意なミルが、まあ、たくさん出て、まあ、それがご家庭にまあまああるっていう状況で、このウェイキャップかなりメタ商品かなと思います。でネスプレッソってお湯の量が多かったりして、なんかエスプレッソなんですけど、ルンゴとか、まあ、ちょっと私あんまり詳しくないんでよくわかんないんですけど、量が湯量が多いじゃないですか。で、まあ、ネスプレッソの機能説明になっちゃうんですけれども、実は少ない量で出すこともできるんですよね。でこう今からちょっとそれやってみようかなと思うんですけど、でまず普通に入れます。ここまではさっきみたいです。で、まあ、入れるじゃないですか。でボタン押しっぱなしにするんですよ。ボタン押しっぱなしにします。で抽出スタートします。で今エスプレッソですよね。でここでいいなって思ったらここで止めます。そうするとこの湯量を記憶してくれるんですよ。で次回も同じ量で出るようになります。なので湯量もコントロールできるので、ちゃんとエスプレッソマシンとして機能を果たすと思います。でここにミルク注いだりとかして、多分ラテアートもできちゃいますし、バッチリ使えると思います。で自分の好きな豆で、まあ、こういう感じでエスプレッソが作れるという意味ではすごくいい商品だなと思うので、概要欄にですねリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。でこのフィルターの話を最後にちょっとしたいんですけれども、まあ、こんなにですね遅くまでやったのも実はこいつのせいなんですけど、これね非常に難しかった。で粗挽きで、まあ、ペーパーフィルター用に引いた豆でもできるよっていう設定のフィルターみたいなんですけど、まあまあ落ちてこなくなっちゃうんですよ。でいろんな調整してたまにできる時とかあるんですけど、できない可能性結構高くて、でまあ大きい方のフィルターで、まあ、ちゃんと細かく引いてやる方がベターかなって思いました。
一応成功パターンもなくはなかったんですけど、ちょっとその動画でカメラ回し始めるとまた失敗になったりとか、まあ、途中で出なくなったりとかっていうことがあったので、まあ、全然できる前提の商品ではあるんですけれども、まあ、細かく弾けるミルを持ってるっていう前提で買うことをお勧めしたいかなと思いました。はい、じゃあウェイキャップポップ、まあ、繰り返しになりますけど、まあ、進化してより手軽に使えるようになってすごくですね、おすすめの商品かなと思いますので、幕開けでクラウドファンディングで販売しますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今日はこのところで終わりにしたいと思います。またね。